どうも、菅義偉公式ホームページの菅という文字はひらがなになっているのは、おそらく菅じゃなくて菅さん、菅さんってすごい呼ばれてる時期があったからひらがなにしたんでしょうね。ということで、クイズ芸人のキクリンです。はい、ということでですね、菅さんはね、確かにね、漢字で言ったら菅さんと同じですからね、それで、ね、菅さんときっと読んでもらえなくてひらがなにしてたんだと思います。ということで、本日お送りするのは菅義偉新首相クイズでございますね。菅義偉新首相に関するクイズですが、これ撮ってる時点ではね、実はね、菅さんまだね、官房長官なんですよ。なってるだろうという想定のもとで、菅義偉クイズお送りしたいと思います。菅さんに関する3問用意してまいりました。それでは早速、新首相クイズまいりましょう。第1問、菅義偉さんといえば、やはり国民に令和おじさんとして親しまれるようになりましたが、その令和の元号を発表する際にボードを上げましたね。菅さんが令和のボードを上げたのは、右と左どちらに上げたでしょう。1番、菅さんの右側にこう上げた。2番、菅さんの左側に令和とこう上げた。さあ、どっちだったでしょう。はい、実はこれね、写真とか見ると両方に上げてる絵が出てきますけれども、最初にですね、こう上げた瞬間ですね、その時にどっちに上げたのかというのを、さあ、その瞬間の映像を思い出してみてください。こっちに上げたか、こっちに上げたか、どちらだったでしょうか。正解は菅さんのこちら側に上げたでした。はい、菅さんから見たら右側ですね。はい、なんかどっちのイメージもあるんですけどね、こっちに上げてましたね。もしかしたら小渕さんもこっちだったかな。ちょっとそのまま調べてこう出てると思いますけどね。はい、こっち側に出してましたが、菅さんね、この上げる前に一回ね、ちょっと確認するんですよね。ちょっとこうちゃんとこっちで前後上下合ってるかなって確認した時に、一瞬ね、視聴者に例の字が見えちゃったのがね、若干冷めましたけどね。さあ、続いての問題参りましょう。第2問、菅さんと同じ大学の出身野球選手は次のうち誰でしょうか。3択でございます。菅さんの大学ってイメージあんまね、僕はなかったんで問題にさせていただきました。1番、長嶋茂雄。2番、江川卓。3番、斎藤佑樹。1番が長嶋茂雄、2番が江川卓、3番が斎藤佑樹ということで、3人とも大学時代のね、もう大学野球界のスーパースターでございましたが、さあ、菅さんと同じ大学の方は誰なんでしょうか。正解は2番の江川卓でした。はい、ということで、江川さん法政、法政大学、菅義偉さんも法政大学出身だそうでございますね。1番の長嶋さんは立教大学のスーパースターね、3番の斎藤佑樹さんは早稲田でね、もうすごいスターでございましたけども、ちなみに江川卓さんは法政大学で、三振ね、当時の大学六大学の三振記録を持ってましたね。その後に、早稲田の和田剛投手に抜かれるまで、記録を持っていたという大学でも活躍した法政大学出身の江川さん、菅さんと同じでした。よかったら覚えておいてください。それでは、菅義偉クイズ最後の問題に参りましょう。第3問、菅義偉さんの出身県、生まれた県の郷土料理は次のうちどれでしょうか。3択でございます。1番、いぶりがっこ。2番、ずんだ餅。3番、南部せんべい。1番、いぶりがっこ。2番、ずんだ餅。3番、南部せんべい。さあ、まず菅さんの出身県をなんとなく思い浮かべて、そしてこの3個のがどれそれぞれの県なのかを思い浮かべまして、合うものを選んでください。県の郷土料理知識クイズと菅さんの出身県の両方の知識が必要になります。さあ、この3択のうち一体菅さん出身県の郷土料理どれでしょうか。正解は
一番のいぶりがっこでした。ということで、菅さんは秋田県出身ですから、秋田県でこんな方だったら、いぶりがっこになりますね。なんかね、もう郷土料理クイズでよくね、いぶりがっこって出るんでね、それと菅さんの出身県もこう絡めてですね、よかったら覚えてください。ちなみに2番のずんだ餅は宮城県、3番の南部せんべいは青森県でございましたね。まあ南部せんべいは岩手でも食べられてますけども、まあ、一応、郷土料理としては青森県のものとされております。それもよかったら覚えておいてください。ということで、本日は菅義偉クイズ、新師匠にこの時点ではなってないけどなってると信じて掘りました。はい、よかったら、合ってればいいなと思っております。ということで、はい、そんなね、時事ネタなんかも、クイズにしたりしております、このキクリンクイズチャンネルでございます。ぜひチャンネル登録、それから、いいねなどよろしくお願いいたします。以上、クイズ大好き、いぶりがっこ大好き、キクリンでした。